ポラックはアメリカ海軍の潜水艦。ポーパス級潜水艦の一隻。艦名はタラカシロイトダラ族のポラックにちなむ。派生して同族のシロイトダラやマダラ族のスケトウダラもポラックの一種として呼ばれる。なお、退役から19年後にパーミット級原子力潜水艦5番艦として2代目ポラックが収益している。 ポラックスケトならポラックは1935年10月1日にメイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港した。1936年9月15日にアンカーアッターローマンによって命名浸水し、1937年1月15日に艦長クラレンスイン・オールドリッチ少佐の指揮下収益する。1937年6月7日、 ポーツマス海軍造船所を出港し、成長のためカリブ海へ向かう。9月4日にポーツマスに帰還11月29日に東海岸へ向けて出港した。新たな母校のカリフォルニア州サンディエゴには12月19日到着し、続く11ヶ月間を偵察部隊の第13潜水分艦隊と共に定まった演習のスケジュールで過ごした。 1939年10月28日に、真珠湾へ移動し、ポラックは、メアアイランド海軍造船所でのオーバーホール機関を除いて、太平洋戦争が始まるまで、ハワイ海域に止まった。日本軍による真珠湾攻撃時、ポラックは、スタンリー・ P ・モーズリー少佐によって指揮されて、サンフランシスコからハエに向かう途中であり、2日後に真珠湾に入港した。 12月13日、ポラックは最初の紹介でガジョン及びプランジャーと共に日本近海に向かった。ポラックは12月31日の真夜中の数時間前に本州沖に到着し、戦地において日本海域に到着した初のアメリカ海軍艦艇となった。1942年1月3日朝、ポラックは北緯35度00分統計140度20分。 北緯35.000度統計140.333度35.000140.333の地点で、火脚船大山丸に対して、魚雷を一本発射するも命中しなかった。二日後の1月5日夜には、伊豆大島東岸沖で、特設砲艦ピョンヤン丸に対して、魚雷を発射して艦首に魚雷を命中させたが、ピョンヤン丸は沈没せず自力航行で、 横須賀に入港した。二日後の一月七日朝には、伊豆諸島三郷と東南東で、特設級短船第一雲海丸に魚雷を命中させ、第一雲海丸は、船体の一部を防止し、残りは犬坊崎近海まで漂流した後、四日後の一月十一日に、爆撃処分された。これは、太平洋艦隊潜水艦部隊による公式に、 確認された初の激沈の戦果となった。第一雲海丸が未だ漂流を続けていた1月9日未明には、暴走半島勝浦ーラ島大沖で、貨物船三角安丸を夜間浮上して攻撃、激沈した。1月21日、ポラックは39日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。2月18日、ポラックは2回目の紹介で、台湾海峡及び東、 品海方面に向かった。紹海海域では台湾海峡から長崎へ向かう貨物船を攻撃した。3月10日深夜から翌11日朝にかけて、ポラックは北緯30度45分統計126度25分、北緯30.750度統計126.417度、12 30.750126.417の上海東方270海里の海域で、 福州丸に複数の攻撃を行って撃沈し、砲撃で陸軍船バイカル丸に損傷を与えた。4月8日、ポラックは49日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。4月30日、ポラックは3回目の紹介で日本近海に向かった。日本の本州沖で巡航したポラックは、5月12日に特設監視定と浮上砲戦を行った。 敵の戦備に命中弾を与え、敵艦は炎上した。基トにミッドウェイ海戦に参加。6月16日、ポラックは45日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。4ヶ月間のオーバーホールに入った。艦長がロビー・イー・パルマー少佐に変わった。10月10日、ポラックは4回目の紹介で、トラック諸島方面に向かった。ポラックは、 紹介海域に到着する前に、ミッドウェイ島への一時期間を命じられ、10月23日に到着。燃料を満載したポラックは同日ミッドウェイ島を離れ、トラックの出入り口を紹介。ソロモン諸島での海戦から交代してくる敵艦を迎え撃つために待機した。しかし、この紹介では敵艦と接触することはなかった。11月29日。 ポラックは49日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。12月31日、ポラックは5回目の紹介で、日本近海に向かった。東北地方議での敵艦船との接触は2回あり、まず1943年1月19日に、白らぬか海岸に座礁放棄されていた、輸送船、原山丸に対して、魚雷をまず1本発射するも命中せず、続いて、 もう一本発射して命中させた。二日後の1月21日夜には、北緯42度43分統計145度22分、北緯42.717度統計145.367度、42.717、145.367の地点で、陸軍輸送船先止まるに対して、魚雷を二本発射するも回避された。2月10日、 ポラックは41日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。3月6日、ポラックは6回目の紹介で、ギルバート諸島及びマーシャル諸島方面に向かった。3月20日の午後、ポラックはジャルート干渉とマキンカンの航路を行く貨物船を攻撃し、3本の魚雷のうち1本を命中させたと判断された。3月21日と4月4日にも貨物船を、 攻撃し、共に命中と判断された。4月18日、ポラックは44日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島。艦長が、バフォード・イ・レベレン少佐に変わった。5月10日、ポラックは7回目の紹介で、マーシャル諸島方面に向かった。5月16日にアイルック艦賞を、翌5月17日に、ウォッチ艦賞をそれぞれ偵察。続いて、 ウォッチェ干渉トートン水道製法を紹介。5月18日、ポラックは北緯08度33分統計171度00分、分北緯8.550度統計171.000度、8.550171.000のマロエラップ干渉エニュアン水道沖で特設放管光灯丸を撃沈。2日後の5月20日午後ポラックは ジャルート干渉ジャンボール水道付近で干渉内に入りつつあった特設巡洋艦バンゴクマルを発見。魚雷を4本発射し、魚雷の命中を受けたバンゴクマルは降沈した。護衛の駆逐艦雷が反撃に出て21発もの爆雷を投下した。この攻撃でポラックは電池と線路が損傷したが、それ以上の被害はなかった。6月25日。 ポラックは46日間の行動を終えて、真珠湾に帰祷した。7月20日、ポラックは8回目の紹介で、日本近海に向かった。8月6日に輸送船団に対して攻撃を行ったが、最初の攻撃は成功しなかった。続く再攻撃で魚雷を一本命中させたと判断された。続いて、九州東方沖を紹介。8月27日未明、 ポラックは、九州沖で、パラオから再起に向かうウフ806戦弾を発見。陸軍船、大野福丸に向けて、魚雷を5本発射し、3本は、船手前方と船体の下を通過したが残り2本が、命中し、大野福丸は、北緯32度28分統計132度23分、北緯32.467度統計132.383度、 32.46732.383の地点で沈没した。ポラックは、昇海海域を東に移し、1週間後の9月3日、夕方に、北緯33度43分統計140度00分、分北緯33.717度統計140.000度、33.717140.000の三宅島近海で、 トラックから横須賀に向かっていた第4827船団を発見。そのうちの一隻である特設球団優先、タゴノウラマルに向けて、魚雷を3本発射。1本がタゴノウラマルに命中し、タゴノウラマルは選手を先にして沈没していった。9月16日、ポラックは47日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。帰島後、ポラックは、 太平洋艦隊駆逐艦部隊の訓練に供用され、11月19日から1944年2月8日まで、新珠湾海軍交渉でオーバーホールに入った。2月28日、ポラックは9回目の紹介で、小笠原諸島方面に向かった。荒海と戦いながら、紹介海域に到着。その2日後の3月20日夜、ポラックは、 北緯30度40分統計140度42分、北緯30.667度統計140.700度、30.667140.700 30. の地点で、浮上雷撃により、特設苦戦艇白鷹丸を撃沈した。3月25日未明には、輸送船団を攻撃して、第54号苦戦艇を撃沈し、他に2隻の貨物船に損傷を与えたと判断された。 さらに4月3日には、北緯30度14分統計139度45分、北緯30.233度統計139.750度、30.233139.750の地点で、陸軍戦東西丸を撃沈した。4月11日、ポラックは43日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島した。駆逐艦朝蘇5月6日、 ポラックは10回目の紹介で日本近海に向かった。5月22日未明、ポラックは北緯28度12分統計138度50分、北緯28.200度統計138.833度、28.200138.833の父島近海でサイパン島から東京に向かう第4517戦団を発見。 戦団の戦闘を行く駆逐艦朝蘭に向けて魚雷を4本発射。1本が朝蘭の左限後部に命中し、朝蘭は4時5分に横転沈没した。ポラックは引き続き輸送船と駆逐艦に対して魚雷を発射するも、その直後に猛烈な反撃を受けたため戦場を離脱した。5月25日朝にも敵艦船に対して、 魚雷を4本発射したものの命中しなかった。6月7日、ポラックは32日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。艦長がエベレットエイジシュタインメッツ少佐に変わった。7月15日、ポラックは11回目の紹介で、カロリン諸島方面に向かった。マジュロを経由して8月1日に紹介海域に到着。ウォレアイ艦賞を攻撃する。 航空部隊支援のための救助配備任務にあたる。8月4日と5日にも同様の任務でヤップ島沖を紹介し、ヤップ島とパラオ海域を行動した。8月14日夕国と30日夕国にはファイス島のリン酸需要生産施設に対して4インチ砲による砲撃を行った。8月9日と24日には千鳥型水雷艇とオボシキ艦艇及び、 300トン級区選艇に対して、それぞれ魚雷を発射し、9月12日、ポラックは60日間の行動を終えて、ブリスベンに帰島これが、ポラックの最後の紹介となった。ポラックは、ブリスベンで修理を受け、その後10月6日に出港、総海底ジーロングと10日まで演習を行う。続いて、ミオスウンリ島を経由して、真珠湾に向かい、 11月18日に到着。第一線を退いて、オアフ島沖で太平洋艦隊駆逐艦部隊と共に訓練に従事した。1945年1月25日、ポラックは同じく訓練艦となったパーミットと共にオアフ島を出港して東海岸に向かい、2月24日にコネチカット州ニューロンドンに到着した。その後は、 潜水学校生徒の訓練官として過ごす。ポラックは6月14日にポーツマス海軍造船所に入居し不活性化が行われ9月21日に退役した。その後1946年10月29日に除籍され1947年2月2日にフィラデルフィアのシップイコールシェープ社にスクラップとして売却された。ポラックは 第二次世界大戦の先行で10個の従軍聖賞を受賞した。日本近海で潜水艦により撃沈された最初の日本輸送船となる1942年12月16日にハリバットの雷撃により損傷し座礁放棄。ありがとうございます。